新薬 SD、ガンダム外伝旧生騎士伝承は、バンダイのガングカードダスを中心とした企画で、騎士ガンダムシリーズの第11作である。2013年1月にシリーズ第1弾である、神話復活編が発売された。騎士ガンダムシリーズの第11作で、カードダスのシリーズとしては第9作。明確な年月は明らかにされていないが、 鎧刀人戦記から数十年後の須田ドアカワールドでの戦いを描いた作品。物語は、円卓の騎士編の舞台となったブリティス王国から始まり、時代の王となる二人の王子の冒険談となっている。味方側には新世代のアルガス騎士団や、円卓の騎士団、敵側にはかつて倒された、ジオン族の騎士やモンスターが多数登場した。登場人物は主に、機動戦士、 ガンダムシード、機動戦士、ガンダム UC、機動戦士、ガンダムシードディスティニーのキャラクターや兵器がモデルになっている。本編の二人の巫コ編、黒木暴君編、もう一つの聖杯編、新王皇誕編とは別に、ジークジオン編から円卓の騎士編までのキャラクターを新規イラストで描き下ろした神話復活編。 正規兵物語から気候神伝説のキャラクターを描き下ろした巨神伝承編シリーズ第1弾であるラクロワの勇者をリメイクしたラクロワの勇者現代復活編新王皇誕編の後日談となるエピソード覚醒のエレメンタルドラゴン激突一角騎士 VS 運命騎士騎士ユニコーンガンダムのエピソードを収録した時空を回る厳重騎士エピソードの完結編 決戦の雷流券が発売された。従来のシリーズのような一般販売はされず、インターネットからの予約限定制で各段ごとにセット販売された。セットの内容は各段共通で、カードブックレットプレミアムバインダー。これに、神話復活編と二人の巫女編は豪華、パッケージボックス、黒木防君編と神王交短編は、ジャンボカードナスが一枚、 巨神伝承編ともう一つの聖杯編は、オリジナル卓上集めくりカレンダー。ラクロアの勇者現代復活編は、ジャンボカードダスと、ラクロアの勇者カードダス筐体ディスプレイパネルが付属している。内は、モデルとなったキャラクター。ただし、モチーフについて、公式には発表されていないので諸説ある。黒騎士、バンシーの手によって蘇った、非属性のエレメンタルドラゴン。 公式サイトありがとうございます。